おはようございます。和がんせの影げやんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、僕はですね、あのー、休みの日ですね、休みの日、木曜日ですね、木曜日の晩ご飯はは、えー、僕の担当ということでね、あのー、食事を作らせてもらってる。で えーまあ、家族がですね、こう週6日間の営業ですねで、1日休みなんですけど、その週6日間の営業日にですね、いろいろこう手伝ってくれてるんですね、朝のこう掃除、もちろん僕も掃除するんですけども、えーまあ、家族は家族でこういろんなことをこうしてくれると、えーまあ、タオルの洗濯であったり、掃除。 でえー、僕はトイレ掃除をこう毎日してるんですけども、えー、夕方は僕がして朝はね、えー、また家族がしてということであったり玄関の掃除であったりとかねいろいろ手伝ってくれてるで他にもいろいろとこう作ってこんなもんをこういう感じのものを作ってほしいって言ったらこう作ってくれたりとかね、えー、そういうことでこうなくてはならない存在なんですね、えー、僕がお店をこう続けるにあたりね 家族の協力っていうのはこうなくてはならないものであってですね、えー、そのためにですねこうお礼としてねこう休みの日の晩ご飯はこは料理を振る舞うというかねまあそんな大したこと僕はでき料理としては大してできないんですけどもなんか例えばこう刺身がこう好きなんですよね、えー、お刺身が好きやからお刺身を買ってきたりとかまあなるべくこう新鮮なお刺身をねこうまあす お刺身なんで新鮮なんですけどもその中でもおいしいなと思えるようなこう、えー、お刺身を買ったりとかですね、えー、まあまあ,あの他にもこう、うん、いろいろこう肉ねこうステーキとかねそういうのがねこう、えー、食べてもらってこう元気になってもらおうと思ったりねおいしいなと思ってもらえたりとかあとねこう月に1回ははま寿司のねこう寿司あのすごいおいしいおいしいというかその。 高級というかその開店しない寿司屋のえものはちょっとなかなか買えてないんですけどもまあ浜寿司ささやかですけどはま寿司のこうお持ち帰りをこう頼んだりとかねえそんなんで十分こう家族は喜んでくれるということでこういろいろやってるんですけどもで先日ですねこう石山の平和堂にねこうなんやかんやこう買いに行こうと思ってえ初めてこう新しくリニューアルオープンした 石,石山の平和堂を初めて行ったんですけどその時にねこう駐車場に止めるんですけどそこにねケンタッキーがこうあるんですねであケンタッキーいいなというふうにこうちょっと思ったんですよね、えー、ケンタッキー久々に食べるのもなんかこうたまにこうケンタッキーって食べたくなりませんかねなんかこうたまにこうケンタッキー食べたいなあまあ年に1回あるまあ1回 1回か2回ぐらいこうあるんですけどもで、うん、なかなかいいんじゃないかなということで、えー、久々にこうケ,ンー、えー、ケンタッキーを買いに行ってです、ねえー、食べました。久々でしたね。うん、でケンタッキーは、まああのーまあ、裏切らない味って言ったらあれなんですけども、えー、いつものようにこう期待通りの味というかねでした。 えー、まあまああのー、家族はですねまあまあまあ美味しかったとは言ってたんですけどもやっぱり夏でこう暑いんでですねうんなかなかこう食欲がこう落ちてる状態だったんでこう評判はまあぼちぼちというとこでしたね、うんうん、たまにはケンタッキーもいいなみたいな感じでこう、えー、食べてくれるかなと思ったら、うん、まあ そこまでこう、うん、自分が思ったほどの反応はなかったんですけども、うん、でもねまあケンタッキーっていうのはねこう、まあ、年に1回か2回ぐらいこう食べてこう,うまいなとでよかったんですけどもその僕の中でねケンタッキーがだから1今1年に1回か2回言ったんですけどもうちょっと頻度が多くこう買いに行ってもいいかなと思いましたというのはですね、えー、その店員さんのねこう接客がものすごくよかったんで ものすまああのー、接客こういいところ結構あるんですけどね前もあのお客さんに、えー、吉野家の牛丼のね、えー、株主優待券をね3,000円分頂い,い,い,いたんですけども、えー、それを買いに行ったらものすごくこう接客のその何て言うんですか接客のそれが。 ものすご良かったんです、ね、あたまにこうこの、えー、牛丼屋あのー、牛丼屋って吉野家ですけど買いに来てもいいかなって思うぐらいこう良かったんですねで、えー、吉野家のその食事の内容がうんぬんよりもですねその店員さんの態度がいいっていうのがすごく僕の中ではこう残りますねあこんだけいいところやったらやっぱりこう気分よくこう買い物買い物というかその 買うことできますよねだからそれやった行こうというような感じがありますねうん。だから、えー、そこがどんだけこう美味しい、えー、お店であってもですね接客態度が悪かったら僕はやっぱり行かないかなというふうに思いますまあ、1回はねそこまあ、味が美味しいからって言って食べるかもしれないんですけども、うんこの接客態度やったらちょっとこう いいいろんななな意味でこうもったいないなとお金ももったいないし時間ももったいないしそれでそういう接客態度をするところのえものでこうお腹を満たすのもちょっと僕は違うかなと思うんでそれやったらもっと接客の。 態度のいいところでっていうことで、だから僕は基本的にこうコンビニをこう利用しないようにしてます。もちろんコンビニもすごくこう接客態度のいい店員さんと、えー、そうでもない店員さんといるんですけども、僕はこうあまりこう店員さんでこういいコンビニの店員さんでね、こういい感じのこう店員さんにこう出会ったことがあまりないか、えー、悪い店員さんが僕の中ですごくこう印象に残ってるから、えー、いいよかった 接客の良かった店員さんがなかなかこう覚えてないのかもしれないですけども、えー、そういうところはあります。うん、で明らかにねこう接客がいいのは、まあ、男性でもね、えー、いい人男性でいい接客するとすごくこう印象に残ったりもしますけどもやっぱりこう女性は優れてる人が多いイメージが僕はあります。接客の すごくこう気,気持ちのいい接客をしてくれる人の割合は男女でいうとやっぱ女性の方が多いかなというふうに思います。で、えーまあ、ドラッグストアなんですけどもコスモスですねコスモスの店員さんは全員ほぼほぼっいうか、まあ、全員、ねえー、接客態度がいいということで。 態度がいいいいいっていう言い方おかしいですね接客が気持ちいいんでね、えー、非常に気持ちよくこう買い物させてもらえるということでああいうのは僕ね最初ねその接客がこうどうかっていうの分かんない状態でこう、まあ、買い物をしていってですね良かった時にちょっとホッとするんですねホッとしてからちょっと嬉しい気持ちになるんですねここういううい風にこう プロの仕事をしてくれるんだなということですごくこう嬉しい気持ちになる形ですね。最初だから何もまあまあ考えずにまあ基本的には意識しないようにして買い物するんですけどもちょっと悪いとうわあこれかと思ってこう、うん、なかなかこう。うん この店こう例えば便利やけどあの態,度態度を見せられてやっぱもう通えへんなと思ったりとかまあでも2回3回ぐらいまでは1回行ってみてそのたまたまこうそういうふうに見えただけかもしれん僕のその,、えーそ,のね、その時の状態によってそういうふうに見えたかもしれないもんもで2回3回行って3回ともやっぱりこう接客がちょっとやっぱりこううんこれやったらちょっと。 行けへんなと思ったらやっぱりそのどんだけこういい店でもやっぱ行かないという形を選択をこう取ると、うんまあ、飲食店なんかもちろんですけどねうんあのすごくこう、えー、すごく悪い接客態度をされた、えー、ところもあったんですね、えー、瀬田のね、うん、駅前とかでもねだから、あのー、そういうところはこうどんだけ美味しかったり安かったりしてもですねやっぱりこう行くのはやめようと。 いいう,うに思いま,す、うん、まあ雰囲気がどうこうぐらいやったらねその時の自分の状況によってそう思っただけかもしれないんですけども明らかにこれはおかしいなっていう場合はですね、うん、もうそこへ通うのはやめようと。で僕もその友達とこう予約してね行った時に「これはないわ」ってほんでその友達の女の子もそういうそのね「あれはないですね」いうことをこう言っててで違う店行っていろいろこう。色々こう うん、もう一回飲み直したっていうことがあったんですけども、うん、だからすごく大事やなというふうに思います。ということでちょっと全然違う話になりましたけども、えー、ケンタッキーをね久々に食べたということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。